航空機動軍団はアメリカ空軍の部隊の一つ。アメリカ空軍を構成する主要軍団の一つであり、輸送機や空中給油機などの運用を行う。軍政面では参謀本部に直属し、軍令面ではアメリカ輸送軍の指揮下にある。司令部はイリノイ州スコット空軍基地に所在、指揮官は空軍大将。兵員数は14万名以上。 世界各地のアメリカ軍を支援することが主任務である。輸送機や空中給油機を運用し、長距離かつ迅速な物資、平坦輸送を実施する。機能別の軍団であるため、責任範囲は全世界に及ぶ。エアフォースワンを運航する第89空輸航空団も責任範囲にあり、軍用機のみならず有事に動員される民間予備航空隊も、 AMC の担当である。AMC の設立は、冷戦後の1992年6月1日である。冷戦期においては、空中給油機は戦略航空軍団、輸送機は軍事空輸軍団と別々に運用されていた。戦略航空軍団の爆撃機は航空戦闘軍団に移管され、戦略航空軍団と軍事空輸軍団は廃止。 空中給油機という装機を取り扱う AAMC が編成された。設立当初は第15空軍と第21空軍の2個航空軍体制であったが2003年10月に改編され第18空軍と2個遠征機動任務部隊に縮小された。ありがとうございます。